ジェネバ機構は連続回転運動を断続回転に変換する機構である。ゼネバ機構とも、原動車にはピンがついており、自動車のスロットに入り込んで回転させる。原動車の上部は、自動車が停止時間中に動かないよう、三日月状の形状となっている。名称は、この機構がもともと機械式時計のために開発されたため、 時計製作が盛んなスイスのジュネーブにちなんでつけられた。形状が似ていることからマルタ十字とも呼ばれる。最もよく使われるのは、スロットが4つのものであり、1ステップで90度ずつ回る。スロットの数が N であれば、1ステップの回転は 360N 度となる。気候上、摩擦で引っかかりやすく、十分な潤滑が必要である。そのため、 オイルカプセルに入れて使うことも多い。ジェネバ機構を利用しているものに A 社機がある。標準的な A 社機で1、24秒ごとにコマ送りしなければならない。そこで、ジェネバ機構でフィルムをコマ送りさせている。初めて、ジェネバ機構が使われたのは1896年のことで、オスカー・メスターとマックス・グリーベの A 社機、およびロバート・ポールのテレグラフに利用された。 前者の装置は、トーマス・アルマの映射器、1893年のジョージ、デメニーのビーターメカニズムの仕組みも取り入れられて、1897年、エジソンのバイタスコープとして販売された。ジェネバ機構は時計にも使われた。ただし、針を直接動かすためのものではなく、バネを引っ張りすぎないためのものであった。具体的には、時計に使われる。 ジェネバ機構は、スロットが一つ塞がれている。そのため、動力源であるバネを巻きすぎるのを防ぐことができる。この機構は、ジェネバストップと呼ばれ、17世紀か18世紀頃に、時計職人が発明した。この他、ジェネバドライブは、プロッターのペンの切り替え、自動サンプリング装置、自動組み立てラインなどに使われている。また、鉄輪時計では、 文字盤を一定時間ごとに回転させるのに使われる。内部、ジェネバ機構を戦術した外部ジェネバ機構に対し、内部ジェネバ機構というものもある。外部ジェネバ機構は、小型化が容易で、強度も高い。内部ジェネバ機構は、原動車回転の180度以上の間、原動車のピンが、自動車のスロットに入っている。そのため、自動車は、止まっている時間よりも動いている。 時間の方が多い。ありがとうございます。